こんにちは、宮原自動車営業の福田です。今回ご紹介する車は、平成2年式、1990年式の三菱ギャラン VR4 になります。この車をご紹介するのに選定した理由はですね、80ヒーローの方で100万円台で始められる、ネオクラ車、ライフというところで、100万円台で買える車ということで、選定した車両になります。で、この車もすで、にご制約いただいてるんですけど、ギャラン VR4 ということで、お客さんはずっと探してたということで、今回ご制約いただいてます。で、皆さん三菱ファンの方だったら大好き、もちろんエンジンは 4G63、この後にですね、ギャランの後にライエボにも載せられたエンジン、三菱の名機が積んである車両になります。で、この車両の特徴としては、アクティブ4って言われたみたいなんですけど、4バルブ、4WD、4WS、4ABS、あと 4IS ですね、4輪独立喧嘩ということで、4つながりということで、アクティブ4というふうな、そのもう当時、三菱の技術、てんこ盛りの車で、もちろん三菱といえば WRC ということで、そちらの方にもベース車として使われて、確か篠塚健次郎さんですかね、が、WRC で、初優勝されたときに使われてた、車になります。で、今回この車は、うち大体仕上げて売るんですけど、今回の車に、この VR4 については、整備だけして、外観その他も全く仕上げうちではやってなくて、ベース車として販売、あとはお客さんと商談の中でどこまでリペアしますかというのも、想定しながら販売してたんですけど、お客さんの方からこのまま購入して、あとは、自分で仕上げていくということなので、今からこれお客さんのところに納車するんですけど、お客さんの方が今からこう手掛けてきれいにされていくんじゃないかなというふうに思います。なので全く見た目ノーマル でかつこれワンオーナー車で、内装を見てもらっても分かるんですけど、ハーフのレースのシートカバーがついてるんですけど、これは自分 の個人的意見なんですけど、だいたいこ のハーフのレースのシートカバーがついているやつは、大事に乗られてたというのが、だいたい自分の今までいろんな車仕入れたやつ見てきましたけど、そういった実感があります。なかなかね、当時はいっぱい見ましたけど、そうですね、意外とこれ高いアイテムなんですよね。ちゃんと三菱のダイヤモンドマークが、3ダイヤモンドのマークがこうずらっと並んでる、もう本当に珍しいんじゃないかなと思いますね。珍しいですよね。これはすみません、うちの80ヒーローの企画で、出してもらったということで、いつものようなこうビカビカではないですけども、そうですね、こういう形での販売もやりますし、お客様ニーズに、合わせた、このリペアの仕方とか、なので商談の時にお客さんから、ここ修理したらいくらですか、ここ修理したらいくらですかっていうのを一応個別に提案させてもらって、でその上で、じゃ あ一旦このまま買って、自分であとは手を入れていきますということだったので、これもこういうやり方も三原さんとしてはやっていってますので、ただ最低車検通る整備だけは、整備なしでも原車のままでっていうのもありなんですけど、今回は整備だけはして、車検通して納車するという形です、最低限そこまでやらないと、車検といってもね、もう本当に走るだけの車っていうのもまた危険なところもあるので、そうですね、できるだけこういった車屋さんでしっかりと安全な車、最低限安全な車として出していただくっていう形で、そうですね、販売していると、いうところで、いやでも VR4 って言ったらもう80ヒーローでは、ランエボの前というかね、そうですね、一番こう三菱の中では一番のヒーローじゃないかなっていう、そう思います、ところで何回取材したか分かんないぐらいの車ではありますね。でも最近だいぶ数が減ってきまして、そのお客さんも言われてましたけど、
ワンオーナーっていうのがやっぱりなかなか確かにそうですね見つからないそうで、どうしてもあのやんちゃに振るか、はい、うん、実際うちもそのこれをカーセンサーの中説明の中にワンオーナーって入れてたんですけど、何件も問い合わせがありました。ああ、そうですね。なかなかそういったものは少ないと思うので、じゃあちょっと各部分を、細かく見ていきましょうか。そうですね、はい、じゃあちょっとフロントの方から見ていきましょうか。これあれ一応スリーダイヤモンド入ってるんですね。 MMC 時代じゃないか。そうですね、これはもうグリルは三菱のになった、はい、直後ぐらいでしたっけね、うん、でまあこの、うん、そうですね、うん、ちょっとじゃあエンジンの方開けますか。開けてみましょうか、はい、重い。そうなんですよ、うん、VRO ボンネットめっちゃ重たいんですよね。重いですよね。これカーボンに変える、ね、人も結構いたと思うんですけども、まあなかなか赤ヘッドの 4G63ね、ターボということで、はい。この辺がこれ平成2年1990年登録なんですけど、はい、1990年に最後マイナーチェンジがあって、90年の10月以降のやつは240馬力らしいんですけど、これは7月登録だったかな、はい、なので中期の220馬力使用。最初のやつは多分205馬力なんです、ね、205、220、最終ギャランとしては240、うん、まあ、さらにライボになれば280までいくんですけど、はい、これは220エンジン。結構細かくパワーも上げてたんですね当時ね。そうですね、うん、あとなんかこう AMG もあったらしいですね。ああそうですね、はい、ありましたね、うん、アマゲ仕様もね。アマゲのやつはターボじゃなくて 4G63 の NA でちょっとこうエンジンのパーツ変えて仕様は変えてあったみたいですけど、なかなかね当時の三菱っていうとすごい丈夫、壊れにくい、そうですね、重いとか、ね、はい、まあいろいろイメージはありますけども、まあとにかく人気車ですわ。当時からタワーバーは後からつけたんですか、ね、これは後からつけてあると思います、はい。これも本当にノーマルの状態で、はい、いやこの当時の純正のオーディオいいですね。そうなんですよね、まあ、なかなかやっぱりもうナビとかに交換されてる車多いと思うんですけど、やっぱりもうこれ当時のままの、ね、2D にスイッチてんこ盛りのすごいなこれで、さっきも見た通りこの、そうですね、三菱ギャラン純正のレースのハーフシートカバーっていうんですかね、これもやっぱり珍しいんじゃないですかね。そうですね、なんかもう80年代っぽいですよね、はあ、後ろの座席も、後ろの座席ももう、うん、そうですね、ギャラン純正のフロアマットにシートカバーにというところで、まあ、本当に珍しいんじゃない。でもオプションの空気清浄機もついてる。あ、これそうですね、はい、これ当時ね結構びっくりしたもんですけどね、こんなのついてるんだみたいな。まあいいんじゃないでしょうかね。これはまあちょっと、まあ、全体的なやりもあるんですけども、これは本当に仕入れてできるだけそこまで手をかけずに、もうそうです、本当にもう車検整備だけやらせてもらって、はい、いうところですよね、はい、まあ、本当は板金とかお仕事いただけると助かるんですけど、はい、その辺が加わってくるとだんだんこの世界一高い VR4 そうですね、はい、なってくるっていうでも本当にこれ内装とかも状態いいんで、そこまでリペアとかも費用かからないんじゃないかなと思います、うん、そうですよね、はい、非常に前の女さんが大事に乗ってたっていうのがよくわかる車ですよね、はい、いやもう80本誌を読んでいる皆様にはもう垂涎の車じゃないでしょうかね。この辺は残念ながらちょっともう買い手がついてしまったということで。そうなんですね。うちにも1台紺色のやつが販売中のやつがあるんですけど、うん、
また、ワンオーナーとそうじゃないのでやっぱこんなにやっぱり違いがありますね。買い手がすぐにつくつかないという差が出るのかなっていう、まあ、特にこれは最初のオーナーさんがかなりしっかり乗ってたという雰囲気は ね十分出てますんで、あ、うん、あといったところでギャラン VR4、はい、こちらの方はもう買い手がついてしまったというところですが、まあ、こういった形の、ね、販売、そうですね、からある程度こう、はい、レストアするっていう段階、はい、あとビッカビカにしてしまうっていう、そうですね、いろんな段階ありますので、まずこちらは、はい、三原さん、M クラフトさんに相談していただいて、ね、仕上げていただければな、まあ、販売中の車は90台ぐらいと、はい、あと影に隠れてヤードに300台近くあるんで、はい、まあ、うちの在庫を見かけたとか YouTube で見たとか、まあ、こんな車があるんだってあるんだっていうのが、まあ、気づかれた方はぜひお問い合わせをいただければなと思いますんで、在庫車に関してはまた別の動画でねちょっと紹介しようと思いますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。では以上、ギャラン VR4、はい、紹介でした。ありがとうございます。ありがとうございます。